しいっていうよりはそうやって負けても方々が喜んでくれるというのが何より嬉しいです。やはり自分が勝つことでそうやって皆さんに喜んでもらえるというのは大きな嬉しいです。そうですね、まあ8時間ぐらい寝たので、まあ1時から勝利のことをあまり気にしないようにしてたって、はい、実際はやっぱりかなり当番前、当番中ですか、当番前、当番中は実際のところはかなりやっぱりそうですね、やはり特に5回とかはあと1人で勝って余計なこと考えるかなと思います。チアっていう、まあ、昨日宿舎に着いた時点で、まあ、次の試合に向けてこの準備を待ってるわけですから、あまりこう喜びに浸ってる時間もないですし、すぐね試合が来ちゃうので、なるべく少しでも早く気持ちを次に切り替えるという作業も絶対必要なので、まあ、昨日のうちにそこら辺は整理